先ほどまで鎌倉で遊んでおりまして、そして江ノ電に乗って江ノ島に到着しました。こちらの江ノ島駅を背負って右手側には湘南モノレール、そして左手側にはあの有名な江ノ島がございます。私が今歩いているのは片瀬すばな通りといいまして、江戸時代には江ノ島神社詣の通り道として大変にぎわい、旗子や土産屋がたくさん並んでいたところでございます。戦前からは避暑地、そして療養地としても大変有名になった場所でございます。戦後には今のイメージで定着している通り、海水浴やマリンスポーツのメッカとしてもにぎわっております。現在ではお土産屋さんが中心ですけれども、昔の雰囲気を残した旅館がちらほらと立ち並んでおります。あちらに見えますのは1929年に開業しました小田急電鉄江ノ島線の終着駅であります片瀬江ノ島駅でございます。この辺りは片瀬地区になっておりまして、そして間違いがちではございますが、ここは鎌倉市ではなく藤沢市になっております。昔といっても1216年頃の記録らしいんですけれども、陸地から江ノ島まで干潮時には歩いて渡れるという記録が残っているそうです。ですから干潮時には歩いて渡りまして、そして満潮時には渡し船で帰ってくるというような時代があったそうです。そしてこのような橋ができたのは1890年代頃になります。初めのうちは有料で1銭5厘かかっていたそうです。現在のお金に直すと大体300円ぐらいでしょうか。そしてこの橋はたびたび嵐で流されるという歴史を繰り返しまして、ようやく戦前になりましてコンクリートの橋ができたそうです。江ノ島に渡るにはこの弁天橋を歩いていくのが一般的ではございますが、実はこの江ノ島弁天橋から稚児ヶ淵まで船が運航されているのです。しかも大人1人400円ということで大変リーズナブルでございます。江ノ島縁起という江ノ島にある江ノ島神社の沿革を記した縁起書によりますと、遡ること1000年以上前の552年4月12日夜に大地震が発生しまして、そして23日の朝までの21日間大地が振動し続けまして、海底より砂が吹き出し、そして江ノ島ができたと言われています。一方で2万年以上前にこの辺りは沈降運動が盛んになりまして、江ノ島は片瀬から離れて独立した島になったとも言われています。稚児ヶ淵に着きましたら、ものすごい数のお客様が船を待って並んでいました。本当は江ノ島をぐるっと回ってから最後に船で弁天橋まで戻るのがいいのでしょうけれども、この混雑を回避するためには先に船に乗って江ノ島まで行くのがいいかもしれません。船で稚児ヶ淵に着きますと、そこから岩屋までは徒歩3分ぐらいの圏内ですから、岩屋を目指したいお客様にとっては大変便利な移動手段になっております。こちらの立派な石鳥居は源頼朝が奉納したと言われておりまして、そしてこの奥には立派な入母屋造りの奥津宮がございます。江ノ島は昔から龍が住んでいる場所と言われていまして、そして龍神信仰が厚く、龍にまつわる伝説がたくさん残されているそうです。例えば鎌倉幕府創設の頃、北条時政が子孫繁栄を祈るために先ほどの岩屋にこもった際、目の前に弁財天様が現れまして、そして願いを叶えることを約束した後に龍の姿になったそうです。その時授かった龍の3枚の鱗をかたどり北条家の家紋にしたそうです。そしてこのような龍神信仰を背景に、こちらの渡津宮は岩屋の真上に位置するこの場所に建てられたそうです。江ノ島にたくさんの観光客や参拝客が訪れたのは江戸中期頃というふうに言われています。この頃庶民の生活が安定しだしまして、江戸から2泊3日かけて歩いて旅行するにはちょうどいい距離だったそうです。この頃の人気定番コースは江ノ島、そして鎌倉、さらには金沢八景を回るこのルートが一番人気だったそうです。この先にあるのが私が大好きな中村屋の羊羹なんですけれども、こちらのお店は1902年に創業しまして、江戸時代はもともと駄菓子屋だったそうです。そして明治35年に島の岩場一面に付着する海苔を見まして、弁天様信仰なされるお客様方のお土産として海苔を練り込んだ羊羹を販売したそうです。江ノ島は上空から見るとひょうたんのようにくびれた形をしているようなんですけれども、ここはちょうどそのくびれの部分にあたりまして山二つと呼ばれているそうです。もともとここは洞窟だったそうなんですけれども、天井部分が崩れ落ちたことによって現在のようなくびれの形になったと言われています。さあ、そしてこの辺りが標高60メートル、江ノ島で一番標高がある場所なんですけれども、現在サムエル・ホッキング園というふうに呼ばれていまして、そして江ノ島名物でありますシーキャンドルもございます。その名前の由来ですけれども、サムエル・ホッキングさんという方がいらっしゃって、彼の名前から取っていると思われるんですけれども、このホッキングさんは明治元年に横浜に来日しまして、そして横浜居留地にホッキング商会を開設しています。そして医療品や医療器具などを扱ってビジネスをされていたそうなんですけれども、そのコッキングさんが明治13年に江ノ島の土地を購入しまして、ここはサムエル・コッキング園の前身はですね、明治20年頃までは植物園だったそうです。コッキング園にはこのようなオープンテラスの素敵なカフェもございます。ゆっくりできますよ。
私が江ノ島でおすすめしたいのはこちらのお食事屋さん、江島でございます。本日のランチということで、夕方3時半過ぎぐらいに飛び込みましたけれども、まだランチをやっていましたよ。こちらは地魚を中心にしたお刺身の盛り合わせ、1000円でございます。さあ、ランチが届きましたけれども、このようにフライとですね、丼がセットになった定食でございます。そしてなんといっても私が一番好きなのはこちらのアジの骨のフライなんですけれども、もうサクサクでものすごい美味しいです。これは本当におすすめです。そしてこちらも美味しいシラスの天ぷらです。カマスが終わってしまったということで、僕はイサキとイナダの丼にしました。そしてもう一泊することができると大山参りもするそうで、江ノ島にカップルで行くと弁天様が嫉妬して別れるという噂が江戸時代に広まりました。それは先ほど申しました大山参りの後に江ノ島を回るのが一般的だったようなんですけれども、その途中に遊郭で羽を伸ばしたい男たちが奥様を先に帰らせるために考えた嘘が今日もまことしやかに囁かれているそうです。といっても江ノ島は天女と竜の恋伝説の場所でもございます。江ノ島神社は別れどころか縁結びの御利益があるとも言われていますよ。今右手に見えます岩本楼さん、こちらはもともと岩本院という宿坊でして、勅使や将軍大名が宿泊されたものすごい旅館になっております。さあ、そしてこの通りは江ノ島の入り口から江ノ島神社までの参道でして、江ノ島弁財天仲見世通りという歴史ある商店街になっております。全長約200メートルの通りなんですけれども、30店舗以上の飲食店やお土産屋さんがずらりと並んでおります。こちらは丸焼きたこせんべいで有名な朝日本店でございます。かなり大きなせんべいなんですけれども、そのせんべいの中にはイイダコが2から3匹入ってまして、注文するとその場で185度のコーンプレス機にたこせんべいの生地を挟んで目の前で作ってくれます。少しいやらしい話になるんですけれども、このたこせんべい1枚500円します。そして1日あたり2500匹のタコを使うとするとですね、おおよそ1250枚のタコせんべいが売れているわけです。そうしますと1日あたり62万円、月換算しますと1800万円の売り上げがあると想定されます。すごい、食べな。ちなみにタコせんべいの朝日本店さんはフランチャイズのビジネスもしておりまして、加盟金、研修費、保険金、そして機械費、それら含めて約250万円でフランチャイズになることができるそうです。ちなみにホームページ上にはロイヤリティゼロと書かれていましたので、もしかするとかなり美味しいビジネスになるかもしれません。参道入り口にございますこちらの鳥居は、古くは木製の鳥居だったんですけれども、1821年に青銅製の鳥居として再建されました。参道も大変賑やかでしたけれども、鳥居の左手側歩いていきますと、このようにですね、たくさんの飲食店というか、その場で海産物を焼いてくださる食堂がございます。ご覧のようにですね、青空の下というか、この夜空の下で美味しい海産物を食べられる、とても気持ちのいいスポットになっております。夕日の時間に合わせて江ノ島を訪れるのも大変おすすめだと思います。さあ、そしてこの江ノ島周辺の駐車場はご覧のようにものすごい高い価格帯になっておりますので、車でお越しの際は車を止める場所、事前にチェックしてからお越しになることをお勧めします。さあ、再び片瀬江ノ島駅に戻ってまいりましたけれども、こちらの駅舎は竜宮城をイメージして作られたと言われています。ここで一つこぼれ話ですけれども、江ノ島のの文字はカタカナののとひらがなののの両方が使われておりますけれども、もともとはカタカナのの江ノ島だったそうです。ところが昭和44年藤沢市観光協会のひらがなキャンペーンというのがございまして、その時にひらがなののの江ノ島が、出回ったようです。そして結果的にこのキャンペーンの後にひらがなカタカナが混在した江ノ島が出回ってしまったようです。帰りは湘南モノレールに乗るために湘南江ノ島駅にやってまいりました。江ノ島に来る時は江ノ電に乗ってきて、帰りは湘南モノレールに乗って帰る。普段とはちょっと違う乗り物に乗って移動するのも旅の醍醐味の一つだと思います。それでは今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録をしていただけると大変嬉しいです。これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。